はい、今日は前腕と上腕筋を同時に鍛えるおすすめの方法、自分がよくやる方法ですね。これを紹介していきます。自分の場合はこのロープハンドルと、ケトルベルを使ってやっていくんですけど、ダンベルやプレートでも行うことができるので、ぜひ見ながら一緒にやってみてください。もうやり方は簡単で、このハンドルをケトルベルの持ち手を通して、このハンドルの上の部分を握ります。しっかりふっと強く握った状態でアームカールしていきます。これが結構効きますね。先日紹介したクラッシュ、ピンチ、ホールド、このいずれも鍛えることができる種目です。ダンベルでやる場合はこのヘッド部分を使うので、ダンベルピンチの状態でカールしていきます。ダンベルやプレートでやる場合はかなりピンチ寄りになりますね。クラッシュ。プレートでやる場合はこの持ち手があるやつでやると非常にやりやすいですね。ハンマーカールに近くなりますけど、ハンマーカールよりこう重心がちょっと遠くなるんで、手首もかなり鍛えられます。持ち手がない場合はこのプレートピンチの状態で、はい、いかがだったでしょうか。前腕をしっかり鍛えることができるので、ぜひ挑戦してみてください。ご視聴ありがとうございました。